はい、先日ですね、2016年2月28日の読売新聞を見てますと、まあ2014年度からのですね、日本年金機構が行ってきた国税庁から入手した源泉徴収義務者データをね、活用しての厚生年金、未加入企業の洗い出し、の結果ですね、洗い出し指導の結果について、まあ、加入指導状況についてですね、具体的な数値が載ってました。まあ、未加入と特定した事業所に対して日本年金機構の方から、ね、電話とか、ね、文書とか、まあ、職員が訪問をされたりですね、そういったことで加入を促してきたわけですけども、2014年度は延べ42万回の加入指導が行われたということが記事に載ってましたね。でその結果、約4万、事業所が、社会保険に加入したと、いうことですね。で、まあ、職権による、強制加入も3事業所あったと。職権による強制加入っていうのは、これは最終的に指導を何度も繰り返してもですね、加入しない事業所に対しては、まあ、立ち入り検査ということができるようになっていて、でその立ち入り検査を経てですね、厚生年金に加入させるべき人がいることが判明した場合は、日本年金機構の職員の方でですね、まあ、厚生年金に、強制的に加入させることができると、こんな、規定がありますから、それに基づいて、具体的に2014年度は3事業所がね、強制的に、まあ、厚生年金に加入させられたと、こういうことになっています。